はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はパワープロの日スペシャルガチャ第2弾の方を引いていきたいと思います。なるみの別バージョンが、新キャラとして登場してます。でちょっとまあ下の方で見ていきますと、得意練習が変化球守備ということで、これってどういう意味なのかな。投手で使った場合は変化球 と、守備練習の得意練習2種類持ちで、野手として使ってもこれは守備が得意練習で、まあ、その打撃とか筋力にも登場してくるのかな、ちょっと分かんないけど、一応そういう意味合いで自分は思ってます。まあ、あまり調べてないんで分かんないんですけどね。で投手で使った場合はコントロール上限アップの、ボーナスを持ってますと。で折り辺のランブルフォールか金徳のみなぎる活力が、覚えられますということに、なってます。であとですね、今ちょうどこのパワープロの日高野菜ガチャも来てはいるんですけれども、ちょっと今回はこちらは引かないで、第2弾ガチャの方を引いていきたいと思います。PSR の確定の40連までかな、一応そこまでは引こうかなと思います。とあともう一つチケットですね、少し消費していきます。PR ガチャチケットはちょっとほっといて、SR ガチャチケット PSR が2枚補助券45枚で PSR の補助券が13枚なんで、ここを引いていきます。じゃあまずは SR から、ほい、これは1枚レイリーを引くのにね使い切ったからね。でもまあレイリー出てくれてよかったよ本当に。まあ、全然開放はしてないけどね。うん、こいつか今ねきらめきというね重要な要素もあるからね。で SR 系からやっていきましょう。補助券45枚なんで、9枚引けます。虹キラーンはなし。なんか有能キャラが出てくれればいいんだけど出ないね。能見さんか、能見さんも今もう使わないからってかレンジャーが出てきてるし、あ、虹谷が出た、やった。てかこいつ2人また岩井くんが出てきた。よく出てくるな、こいつ。なんだっけ、もはや名前すらわからん。一条だ。威圧感とかね、昔のパワープロだったらね、威圧感取れたらおーすげーってなってたけど、まあでも虹谷が出てくれたんで、まあ、全然上出来ですね。能見さんもねやっぱ昔はね相当使いましたけれど、今ちょっと出番がないですよね。じゃあ、次は PSR、 これが2つあるんでもう一気に2枚引いちゃいます。これね演出はいいか、もう PSR だから。悟りちゃんか、東条か東条とかもうメガネ東条プラゴだからね PSR が。悟りちゃんもねなんか結構あるんだよね PSR、 全く使ってないけど別バージョンとか、あれ別バージョン出てないよね、アプリではいるかもしれないけど。じゃあ補助券の方も、2枚引きます。まあこれも別にいいでしょう、虹が出たからといって。ああ、東雲くん普通の友沢か、これまともに食わせよ。まともの PSR を持ってるんでこれはちょっと、で東雲くんもジェントルの方に食わせましょう。まあ解放するかどうかっすね。解放してくれたら、かなり嬉しいですけど、無駄に終わる可能性もあるからね。じゃあちょっと、こっちのガチャに行きます。単ガチャは18個でバナー PR か、まあ1回だし引いていきましょう。そう、この中で行くとね、ちょっとあれ誰だっけ、その誰かがプラゴだった気がする。あ、そうそう、グッサンが SR のプラゴで、ヤマイ君とロディは全然育ってないんで、まあ、出てくれたら出てくれたでいいんですけれども、じゃあ10連目、ここは通常の SR、まあ、もちろんねバナーからっていうか、なるみが欲しいよねやっぱり。なるみ確定は特にないんで、まあ、バナー確定はありますけど、ロディ、ロディって俺いくつだったっけ。ロディもね全然使ってないんだよね。あとメガネ登場も出てくるのか。そう、メガネ登場はさっき言った通りもう PSR プラゴなんで、ちょっともう本当にきらめき要因になっちゃいますね。じゃあ20連目、ここも SR で、30連目でバナー SR かで、4人いるんで 25% と、
25% か。まあ低いは低いよね。なんか前回のガチャが結構その2枚とか、またロディか。ロディ結構いきそうだな。またメガネ登場。これは普通の、あ、PR か。でこっちが R か。まあ例によってね、出なかったら借りればいいだけなんで、出なかったら使わせてください。あ、虹。あとキラーンが入るかよ。キラーン来た。ここバナーだよね。2個入ってる。じゃあどっち、また例によって。あ、この普通の方か。こっち PSR だったらかなり嬉しかったけどね。てかじゃあ下があれか、 PSR か。まあ、とりあえずナルミをゲットできたんで今回はよしですね。あ、サイガ、サイガでもこれで PSR プラゴにはなるか。じゃあここも PSR なんで引いていきます。ほい、サイガどうだったっけな。今ね PSR プライオンで SR が全然育ってなかった気がするから、まあこれでただサイガも PSR プラゴですね。ナゴミちゃんか。ナゴミちゃんも使わないからな。みなぎる活力取るんだったら普通にナルミ入れるよね。まあそんなところですね。というところで、とりあえずまあナルミのね SR はゲットできたので、ちょっと次回のサクセスで使っていこうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。